東海テレビの裏口志保です。五月八日の中日春秋です。母の日といえば、母親の日頃の苦労や気遣いに対して。子供や夫が感謝を示す日なのだろう。そもそもの母の日は、少し性格が異なるようだ。十九世紀の米国の詩人で、社会活動家の。 ジュリアウォード・ハウという女性が母の日の原型と関係している心ある女性たちを立ち上がれ1870年自分の息子や夫が戦場に駆り出されることに反対の声を上げようと世界中の女性に向けて呼びかけた南北戦争の悲惨な記憶が生々しく残っていた時代だろう 母親が子供に幼い時から教えた慈愛や寛容の精神そうした大切な教えが戦争によって奪われてしまうそのことが母親としては許せない武器を捨てよ武器を捨てよそう訴え母親の団結を求めた現在母の日宣言と呼ばれるもので ハウは毎年6月2日を平和を求める母の日としたかったそうだ残念ながら定着しなかったが母の日の出発点は反戦と女性の団結にあった戦争で息子が誰かを傷つける傷ついた誰かもまた誰かの母親の息子世界中の母親が団結すれば 戦争を止められるはずその発想は今聞いても頼もしい母の日であるロシアによるウクライナ侵攻が続いている国際社会はロシアを今止められないでいる無力な世界は戦が大嫌いな母ちゃんからこっぴどく叱られた方が良い